は日本の人口増加を目指す男藤江さんのインタビューをしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。藤江さん、夢は何ですか？私、日本の人口増加を目指す男藤江の夢はですね、まあ、本当にいろんなものに影響を受けて自分が今いるなとは思うんですけどね、あの人との出会いや本であったり言葉であったり自分の経験だったりですね、で、まあ、一つ挙げるとここで僕は、まあ、歴史上の人物なんですが、そうやってね、うん、日本が続いてんだなと思ってね、元気勇気が入ってきますよね。いやなんか鳥肌が立ちますね、この話。神回じゃないですかこれね。これ神回ですね。神回じゃないですかね。神回ですね。